大水槽の照明が落とされました。イワシの群れのキラキラした輝き、そして魚たちのスローな動き、夜の水族館は心が癒されます。福岡市東区にある水族館マリンワールド海の中道で、今月13日から始まる夜の水族館、今月5日に開かれた内覧会には年間パスポートの会員が招待されました。およそ2万匹のイワシの群れが泳ぐ大水槽では、音と光に合わせたショーを楽しむことができます。楽しかった。虹色綺麗だった。メインイベントのイルカショーでは、博多湾をバックにイルカたちが迫力あるパフォーマンスを披露しました。大人気のイルカショーです。イルカが水しぶきをかけて、子どもたちが浴びながら大喜びしています。楽しそうです。任天堂とコラボしたイルカショーは、スプラトゥーン3バージョンの音楽に合わせてイルカが水をかけるスプラッシュタイムも加わりました。めちゃくちゃ楽しかったです。ゆきちゃんが、バシンする時がすごかった。イルカ可愛くて水かけられたのが嬉しかった。イルカのお兄さんが一緒にジャンプしたのがすごく迫力があってびっくりしました。夜の姿をお客様にもぜひ見てもらいたいなと思って、昼間とは違った魚たちや生き物たちの様子を見ることができるので、ゆっくりとした時間を楽しんでもらいたいですね。夜の水族館は今月13日から9月23日までの土日と祝日、夏休み期間の今月20日から8月25日までは毎日開催されます。